私の家まで送りなさいよ。そこの細道入って。お客様困ります。ちょっとおばさん、ストップストップ、やめてください。バスをタクシー代わりにする迷惑おばさん登場。バスにいた迷惑客の末路とは。ああ楽しかった。今日は少し遠いのに付き合ってくれてありがとうね、ゆりか。おしゃれなカフェで居心地も良くて最高だったね。だよね。パンケーキも美味しかったし、写真もいっぱい撮れたし、行ってよかった。絶対また行こうね。うん、もちろん。私の名前は水戸ゆりか。今日は幼馴染の獅子原聡太と一緒に少し遠くのおしゃれなカフェに行ってきたところです。私の幼馴染獅子原聡太はこの通り、女子力が高くて可愛い男子高校生。でも実は過去にヤンキーの抗争区域を一人で治めた伝説の元ヤンなんです。迷惑おばさん。何？どうしたんだろう、あの人。お客さん、1回で大丈夫ですよ。ちょっと、いつになったらあんた気づくのよ。あ、俺？なんですか？あんたまだ若いんでしょ？この私が立ってるのよ。見てわからないの？は？年上の女性が立ってるんだから、あんたはさっさと席譲りなさいよ。どんだけ鈍いのよ、この野郎。痛えな、やめろって。あんたが気が利かないのが悪いんでしょ。早くどけなさい。ちょっとやめましょうよ。席なら俺たちのところ譲りますから、落ち着いてください。大丈夫ですか？怪我ありませんか？だったらさっさと席譲りなさいよ。あんたたちも気が利かないわね。お客様、他のお客様の迷惑になることはおやめください。お客様は神様？何よ、なんか文句あるわけ？文句ではなく、他のお客様の迷惑になるのでおやめください。はあ、私もそのお客様の一人でしょうが。お客様は神様なんじゃないの？どうなのよ、答えなさいよ。お客様、おやめください。おっと、そうた、このままじゃまずくない？うん、事故になる前に止めに行こう。どいつもこいつも私を邪魔者扱いして、何なのよ。私は客よ。客なんだから丁寧に扱いなさいよ。どいつもこいつもムカつくのよ。一旦落ち着きましょうよ、事故になりますって。危ないからやめてください。あんたは黙ってなさいよ。うわっ、ああ、俺のトートバッグが、昨日作ったばっかなのに。ひどい、女にするなんて。何よ、また私が悪いって言うの？どいつもこいつも全部私のせいじゃない。ちょっと払っただけでしょ。それで壊れる方がおかしいのよ。何よ、弁償ならしないわよ。私に近づかないで。もう何なのこのバスは。もう降りる。あんた、そこ右に行きなさい。私の家まで送りなさいよ。そこの細道入って。お客様困ります。ちょっとおばさん、ストップストップ、やめてください。おい、危ねえだろ、事故に遭わせる気か。子供もいるんです、やめてください。うるさいわね、どいつもこいつも。もうどうなったっていいのよ、私に構わないでよ。うわあ、危ない、危ない。助かった。あの、おばさん財布落としましたよ。ちょっと、私の財布返してよ。勝手に触らないで。そのお守り、もしかしてお子さんが作ってくれたんですか？あんたには関係ないでしょ。でもあまりにも大事そうにしてるからつい気になって。あの、何かあったのなら俺たちでよければ話聞きますよ。そうですよ、
何もなかったらこんなに荒れないでしょうし、一体何があったんですか？え、おばさん、大丈夫ですか？暴れていた理由。私なんて誰にも相手にされなくて、もうどうだっていいって思って。そんなことないですよ、きっと。よければハンカチどうぞ。ありがとう。昔は可愛くてずっと甘えてた息子が、最近ずっと無視するのよ。年齢的に反抗期なんでしょうけど。でもせっかく息子の好きな料理作ったり、成績いい時褒めたりしても全然そっけない態度とって、もううんざりよ。それでもうなんで私だけって思っちゃって。ごめんなさい、ごめんなさい。そういうことだったんですね。あ、それは辛いですね。でもそれで誰かに当たってたら、みんなから余計煙たがられちゃいますよ。だから落ち着きましょう。ごめんなさい、あなたも運転手さんも皆さん本当にごめんなさい。正直になってました。息子さん目線ですけど、中高生の頃って母親のこと少し鬱陶しく感じたりするものですよ。ソータもそんな時期あったもんね。あれはそういうもんじゃないけど、まあこの際いいや。俺もそこの金髪でピアスつけてるお兄さんみたいな時期もあったんですよ。反抗期でも親のことは少し気にしていて、大切に思ってるけど伝えるのも恥ずかしいんですよ。そういうもの。はい、だから今はそっけなくても、またいずれ仲良くできる日が来るはずなので、落ち込まないでください。そうよね、悪かったわ。皆さん本当に申し訳ありませんでした。もう二度としません。俺も気づかずに席譲れなくてすいません。そんなことないわ、当たってごめんなさい。今急いで正規のルートに戻るのでお待ちください。あ、俺たちもここで降りる？そうだね、たまには少し歩いて帰ろうか。私の幼なじみ獅子原草太は女子力の高い伝説の元ヤン。人生時には辛い時もあり、人に当たってしまう人もいるけど、そんな疲れた人にも手を差し伸べてあげられる優しさを持っているのが草太なのでした。みんな、もうファミリーマートのネットプリントで俺たちのイラストをゲットしてくれたかな？買ってくれたみんな、ありがとうございます。買ってくれたみんなから俺たちに言ってほしいセリフが届いてるんだって。応募してくれたみんな、ありがとう。どんなセリフが来てるかな？では早速、今日の当選者の発表だよ。今回は茨城県のミキさん。全部揃えてくれて嬉しいな。おめでとうございます。リクエストはこちら。ミキさん、家事頑張って偉いね。いつもありがとう。家事は大変だよね。うんうん、家事頑張ってるの尊敬します。これからも応援よろしくね。またね。今日の動画はどうだった？この動画のオープニング曲を紹介するね。チャンネル登録してほしいな。はい、ふざけないでちゃんと言って。チャンネル登録お願いします。